今日の料理はナスと餅のチーズグラタン。ナスと餅とチーズがとろとろに絡み合った一品です。では今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は私も毎年お正月の余ったお餅を大切に冷蔵庫の中にしまっておいて、結局カビを生やしてしまうというのが恒例の出来事なんですけれども、今日はその余ったお正月のお餅を使ったグラタンを紹介してくれるんですよね。そうなんですよ。もう本当に簡単にできて、で白味噌を使うんですけれども、なんとお味噌があのクリームとよく合うんですね。ですのでマスカルポーネチーズ、そしてこの白味噌がまた旨味の宝庫なので、これでソースを作ってナスをトロトロに調理してお餅ともすごく合うんです。あ、すごい楽しみよろしくお願いします。よろしくお願いします。材料です。メインの切り餅とベーナス、白味噌、マスカルポーネチーズ、白ワイン、牛乳、パセリです。輪切りにしたナスを半分に切ります。鍋を弱火にかけて味噌と白ワインを入れ、味噌を引き伸ばすように溶かします。味噌は焦げやすいので注意してください。ここにですね、マスカルポーネチーズ、これイタリアのね、すごく甘みがあるチーズなんですけども、すごいクリーミーなんですね。でよくデザートのティラミスとかにも使われたりするチーズなんですけども、ちょっと味見してみていいですか。はい、どうぞ。あ、本当だ、ものすごくクリーミーだけど甘みがあるので、このままでもいただけるぐらい美味しいチーズです。そうですね、マスカルポーネチーズと牛乳を加え、滑らかになるまでヘラでよくかき混ぜます。これでソースは出来上がり。次に餅を均等に敷き詰めます。あれ、そのままもうこのままです。切らずにそのまま、大胆ですねその上にナスを並べます。そして、蓋を閉めて煮込むだけで出来上がりです。あらまと今回は焼かないグラタンでとってもシンプルです。うわー、とろとろですね。とろとろだ。お餅が溶けてソースが本当にとろとろになってます。すごい、びっくり。仕上げにパセリを振りかけて、こちらで完成です。それではいただきます。うわ、おいしいおやった。もうおっしゃる通り、口の中で入れた瞬間はチーズとクリームの香りがすごくするんですけれども、最後の後味でふわっと味噌の香りがして、そこに和を感じます。ナスもトロトロ。ナスはですね、油とかソースをすごく吸収しやすいので、ソースをですねしっかり吸収して味がついてます。確かにね、ナスを食べるとチーズの香りが口の中に広がって、それでナスがトロッと溶けちゃいます。おいしい。そして餅を使ったデザートも、デーツ、乾燥させたもので、まあ、アメリカではスーパーによく売られてますけど、それに焼いたお餅を挟んでシソで巻いただけなんですね。うん、おまんじゅう食べてるみたいあんこを思わせるような甘さなので、自然な甘さでお餅ともすごく合うと思うんですね。これも意外ですね。本当にあの余ったお正月の余ったお餅を使うことはもちろんなんですけれども、これ自体がお正月料理としても使えますよね。そうですね、結構こう、ゴージャスですし、あのお餅を使ったっていうのがやっぱり お正月料理も合いますよ ね。いや、もう本当に簡単でしたし、これから定番になりそうです。ありがとうございました。